気仙に学ぶ日本人のレジリエンス。久保田良二。一般財団法人 AVCC 理事長。霞ヶ関ナレッジスクエア KK2 代表。日本が世界に誇るアイデンティティは平和国家と美しい自然だと私は考えています。しかしその美しい自然は時に私たちに厳しい試練を与えるものでもあり地震や噴火、台風。 大雨といった自然災害は我々日本人にとって避けて通れない現実です。そしてこの現実に立ち向かい、度重なる自然災害から復興し、再生を遂げてきたレジリエンスも、また私たち日本人のアイデンティティではないでしょうか。私たち日本人は一生のうちに必ず遭遇する自然災害への覚悟を固め、日常からその備えを心がけ、しなやかに対応する力を 身につけけていかななればなりません KK2 は3.11東日本大震災被災地の復興を支援する IT ボランティア活動を持続する中で高齢化過疎化が進む被災地に息づいている困難に直面しても前向きに生きる力に気づきましたそこでボランティアメンバーが被災された方々の実体験談を傾聴しこの地域のレジリエンスについて共に考え 共に学ぶ活動を続けましたこの活動を私たちはデジタル公民館真っ先と名付けましたこのデジタル公民館活動で収録しアーカイブした数多くの動画にはレジリエントな個人レジリエントなコミュニティを実現するために必要な心と体両面での自己回復力や適応力人と人の絆を高め支え合う力などのヒントがあふれています被災避難所生活 仮設住宅での暮らし、高台移転といったステージごとに、粘り強く柔軟に適応する人々の営みが理解でき、自然災害と向き合う人と人の絆の必要性に、特心がいきます。能登半島地震で始まった令和6年、気仙に学ぶをご覧いただき、自然と共生する力、レジリエンスを高め、災害に強い社会の実現にお役立てていただければ幸いです。